あの魔法使いと死の国へ行ったのですと。なんと危うい、汗が噴き出しますぞ。すぐ近くにおられるのでは。あのように戻られてからはずっと青ざめたご様子なのです。お聞かせ願います。一体何にそんなに怯えておいでなのか。おじい様が、バレンタイン王が死の国を抜け出されたのです。亡くなられた王が何故に。おじい様はコルドラに執着していました。それが真実なら、今度こそ予言の第一節にある絶望を吐き出す大釜となり得るでしょう。終焉の始まりなのですか。わかりません。肥料となって冥界を抜け出した王のお心を測れようはずもない。先生のお知恵で何か最悪を避ける手立てはありませんか。お父様、ゴルドロンを制するのは一つの指輪じゃ。かつておじい様の指にあったあの。そう、キトレルの指輪です。あれでコルドロンを止めてしまえば、たとえ王でも命令はできまい。それは今どこに。コルドロンを抑えている妖精の国にあるので、私が忍び込んで指輪を取り返します。何を言われます。ベルベット様、運命のまま死を待つくらいなら立ち向かうわ。妖精の国に魔法で出入りしている者がおりまする。あの者に頼めば。見つかればプーカが悪者になってしまう。このことは皆には言わないで、皆を巻き込みたくないの。余命が聞く妖精から身を隠すなんてできませんわ。その時は鎖が私を守ってくれます。メルセデス様、お前は。ジーア、何があったの。騎士たちを打ち倒して宮殿に入り込んだ賊が出たのです。この女がその賊にございます。見ればわかるわ。目的は手の中にある。それね、お母様の指輪を今すぐ返しなさい。何ですと、ティトレルの指輪を。これは災いの中心地から盗み出されたバレンタインの指輪。この忌まわしい宝は妖精たちのものじゃないわ。何か訳ありのようじゃな。だが間違っておるぞ。その指輪は譲り渡されたのだ、指輪の正当な保持者から。バレンタイン王は災いの時に見まかられた。妖精の嘘は聞かないわ。いいや、指輪は我らの女王に譲られたのじゃ。生き残ったバレンタインの王子からな。王子、イングヴェ、まさか。だとしても指輪は返せない。逃がすものか。
よくそこを無事で。心配しましたぞ。先生。誰かに見られてはいかん。早く隠しなさい。この指輪があればコルドロンを止められるのですね。今この辺りは戦乱の最中、誰もあれには近づけますまい。お父様、本当に王は再び災いを願っているのですか？いや、王のお心はわからない。だが王が再びコルドロンを悪しき技にお使いなら、最後に王をお止めできるのはあの方のおそばにおられたベルベット様だけじゃろ。でもベルベット様が危ない目に遭われるのは耐えられませんわ。本当に真の像が凍りつくところだ。その鎖を持たせているのは盗賊の真似をさせるためじゃない。イングヴェ、取ってきたそれもどれだけ危ないものか知るまい。俺が預かろう、ベルベット。その指輪を出すんだ。どうしてそのことを知っているの？双子の俺たちにお互い分からぬことはないさ。妖精の国にもスカルディの仲間がいると言っていたわね。その鎖がお前をおてんばにするなら俺が隠してしまおうか？そう睨むなよ。俺はお前が心配なだけだ。怒ったのなら謝るよ。お願い、私のことは放っておいて。いずれあの指輪は奪うとして、とりあえずは指輪指輪とうるさいジジイどもをどうやって黙らせるかだな。